せに走り出す街の中叩かれたいつものように肩を君に夢中なことに訳なんてないのにその片思いの相手ルカワカエデと出会った花道は些細なことから殴り合いを演じすっかり春子に嫌われてしまう。ショックの花道はバスケット部ともいさかいを起こし、ついにキャプテンの赤城と一対一のバスケ対決をする羽目に。勝負は簡単だ。俺が10ゴールを決めるまでに俺からボールを奪い1ゴールでも決めることができればお前の勝ちだ。もうなめんな。すぐ取ってやら。ゴリラ VS 花道、究極の対決。すげえ、あっという間に7ゴール目だ。やっぱこれは実力が違いすぎるぜ。花道とあのゴリラ男とだな。お、春子ちゃん。見なよ、また花道がバカやってるぜ。バスケの勝負だってよ。しかも相手はゴリラ。お兄ちゃんなのよ。え？相手は私のお兄ちゃんなのよ。お兄ちゃん？あの。ゴリラだ！くそ、8点目か。どうだ、これがてめえが玉入れ遊びとバカにしたスポーツだ。バスケットをなめるな。キャプテン相当熱くなってるぜ。赤城とすれば当然だ。バスケットを侮辱されたんだからな。お兄ちゃんはバスケットのこととなると人が変わっちゃうの。普段は優しいんだけど。あの怪物が？小学校の頃からバスケ一筋で全てをバスケットにかけてきたような人だから。さあどうした赤い髪、まだボールにも触ってねえじゃねえか。うるせえ。ボールに触りたいか、ゴリ。そりゃあ股抜いた。ルカワといい、このゴリラといい、どうしてこうバスケをやるやつには嫌な野郎が多いんだ。ハルコさんには振られるし。あー、ムカつく。スピードだけは超一流だ。だがそれだけでは俺に勝てん。絶対勝つ。バカ。おわというやつは殴られなきゃ分からんの。
わざとじゃない。キャプテン、気持ちはわかりますが落ち着いて。見られたのはケツだけっすから。さあ勝負再開だ。てめえはあと2ゴールで負けたからな。ますますお兄ちゃんを怒らせちゃったわ。陽平くん、もうこの勝負やめさせて。それは不可能だよ、ハルコちゃん。そう、人間には無理。お兄ちゃん、桜木くん、二人は仲間になるはずだったのに。ねえお兄ちゃん、本当よ、すごいんだから。桜木くんって言ってね、身長は190近くあるから、バスケは初心者なんだけど、とにかくすごいのよ。ダンクしようとしてジャンプしたら、ねえどうなったと思う、どうなったと思う。さあ、これがまたボードで頭打っちゃったのよ。ガツンって、信じられる。根性ありそうか。うん、根性もあるわよ。桜木くんなら絶対すごい選手になるから。そうか、今年はお前のお気に入りの富中のルカワも入るし、かなり戦力アップするな。ルカワくんはその、私別にそんな。今年こそ夢が叶うかもな。うん、できるわよ、きっと夢の全力優勝。楽しみだな。って言ってたのに。このバカだり、江戸時代だったらてめえなんかただ切ってやるところだ。もう許せんぞ。手加減など一切せんからな。お兄ちゃんのバカ。おい、そりゃ俺で 9-0 だ。あと1本でてめえの負けだな。お前は勝つだ、バカめ。くそ、どうやったらボールが取れるんだ。あと1本であのゴリラに負けてしまう。一体どうすれば。これも決まったな。あいつに勝ち目はねえや。のはやめだ。とにかくシュートを決めさせなければいいんだ。人間離れした体力と瞬発力があってこそできる技だ。まさに神業。ボールがこぼれた。大丈夫かよ。すっげえ音したぞ今。ボールは。Basketball is great. Let's play it together. Thanks for waiting. The second part of Slam Dunk will start in a minute. Let's get together in front of TV. おお、ついに取ったぞ。素人がバスケ部のキャプテンからボールを取った。やった、いいぞ、原道。来たよ。
いつ。キャプテン相手にここまでやるとは、とんでもねえ野郎だぜ。いいぞ桜木。すごいわ、みんな桜木くんの凄さを分かってくれたのね。そうよ、桜木くんはすごい人なのよ。すごいわ、すごいわよ。ハルコちゃん、さっきまでやめろって言ってなかった？言ってた。あいつただ者じゃないぞ。赤木からボールを取る。見ろ、さっきまで面白半分で見てた野獣馬たちもマジで応援してる。だんだんのめり込んできてるんだ。さあさあ、桜木にかけるならまだ間に合うよ、旦那。さあさあ、はい、俺桜木にかけるぜ。俺もだ、俺も。え、うまいとどうも。え、おたくも桜木。はい、こっちも。おい、花道にもう一口。はいはい、今すぐ。どうもどうも。やっぱり桜木だぜ。そうそう、あいつを見てるとなんかやりそうな気がするんだ。ああ、あいつはやっぱりただものじゃねえぜ。でしょ、そうでしょ。うんうん、なんせ俺たちのダチだからよ。本当にそうだぜ。お兄ちゃん、その人が桜木くんよ。バスケット部の救世主よ。はるかさん。赤にも少しは知恵があったようだな。さあ来い、赤い髪。おお、やるぜ花道。ふん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 。乗りまくっている。こらこら、ラグビーじゃないんだぞ。ドリブルも知らないのか。ボールを持って3歩以上歩いちゃいけないんだよ。アマワン、赤木さん、好きなようにさせろ。どんな方法だろうが、あのリングにボールは通させん。すごい圧感だ。このコートは俺がガキの頃から戦ってきた戦場なんだ。お前ごときに好き勝手はさせんぞ。そうだ、赤木の凄さは超パワフルなオフェンスよりむしろその鉄壁のディフェンスにあるとも言える。1年1組、赤木武則、北村中出身、193センチ、88キロ、ポジションはセンターです。でけえ、193かよ。ついにうちにも190台が入ったな。本当に小一か、お前。1年3組、小暮君信、同じく北村中出身です。よろしくお願いします。よし、お前たちの実力を見てやろう。早速練習試合だ。バスケ部に入部した当初から赤木のディフェンスにはスケールの大きさを感じさせるものがあった。何やってんだこら。さっきまでの勢いはどうしたんだよ。やっぱ素人じゃ無理なんだよな。どうした赤い髪、この俺を抜けるもんなら抜いてみろ。シュートだ。のキングコングの異名は伊達じゃないぜ。そう、去年の県大会の時、相手の2メートルのセンターのシュートをことごとく叩き落としたのはまだ記憶に新しい。あの時の赤木は
まさに鬼神のようだった。赤城の実力はおそらく全国でもトップレベルのはずだが、俺たちが不甲斐ないばっかりに県大会1回戦負け。小暮さん、すまん赤城。何泣いてんだバスケ部。やっぱり無理だ。相手が悪すぎるぜ。もうここまでかもな。しょうがねえぜ、相手が相手だもんな。さあどうする。お兄ちゃんたら、桜木くんは初心者なのよ。そんなに本気にならなくても。つまり花道のことをただものじゃないと直感してるんだ。花道も超マジだぜ。なんと。お兄ちゃん。は？お兄ちゃん。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 あ、お兄ちゃん。桜木。負けたぜ。羽根様。なんていう友かこのドアホー。
何はともあれ春子の前で男を挙げた花道だが、ゴリコと赤木との関係はこのまますんなりと行くのだろうか。やるじゃん、桜木。さんのお兄様だったとは。ということは春子さんに好かれるにはバスケ部に入部してゴリに気に入られるのが一番。お兄様、バスケ部の未来はこの天才桜木花道にお任せください。ルカーごときとは次元が違うぜ。次元がスラムダンク、バスケットマン花道入部、見てくれよな。